サクッとした歯ごたえが癖になる白味噌と和がらしの絶妙な味わいはご飯もお酒もぐいぐい進む。熊本の名物からしれんこんをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずれんこんは酢を加えた熱湯で4分ほど茹でます。酢を加えることでより白く茹で上げることができますよ。ボウルに材料 A を入れてふやかします。材料 B を加えて混ぜ合わせ、れんこんの穴に詰めて薄力粉をまぶしましょう。別のボウルに材料 C を入れて混ぜ合わせ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜて衣を作ります。れんこんに衣をつけて175度に熱した揚げ油で揚げます。食べる直前に適当な大きさに切れば出来上がりです。カリッと揚がった衣は音まで美味しい一品です。ぜひお試しください。